お疲れっす。これでいいの？これでいい。それでいいのってなんですか？俺やる気ねえよ。やる気ないですか？やる気ないけど出る。仕事だもん。そうですね。そんな裏側 みたいなこと言わないでくださいよ。今日は？じゃあの前あの朝早く来たじゃないですか、ドバに。うんうんうん。なんか。まあ、バーつって朝の顔みたいなの撮ったんですけど、うん、今日なんかもう夕方帰り、まあ、夜の顔みたいなの撮ろうと思ったんですけど、もう終わっとるでね。そうなんですよね。ビビりました。来るのが遅いんだよ。早いですよ。夕方だけど夜じゃないし、まあ、そこはちょっとご愛嬌です。眩しい。眩しくて目が見えない。逆光になっちゃうんですよね、僕だと。目開いてない。おい目俺細い。機械ないけど切り傷みたいです。嘘っす。めっちゃ言ったな。すごいよ。切り傷のショーなんだ。いい。切り傷のショー。切り傷。なんか、ね、前なんか7時8時ぐらいまでやってたじゃないですか。前はね。なんでこんな早くなったんですか。なんか前言ってましたよね。あの朝会みたいな時にそのカンタ君が結構その積み込み見て早くなったみたいな。積み込みを見て。積み込みを見て。変えてだ。積み込みを変えて、うん、早くなったって言ってたじゃないですか。そうだね。何をどう変えたんですか。今までは、はい、帰ってくるじゃん、はい、まあ、周り映してもらえば分かるんだけど広いじゃん、はい、でもここにパッて止めちゃうんだよね、トラックを。ああ、そうですね。リフトが、まあ、今1台しかないんだけど、はい、1台壊れちゃって、はい、でその1台でカゴを持って、はい、で全部運んでくるわけよ。あ、その前のやり方はね。はい。そうなると手が詰まっちゃうわけよ。例えば3台4台帰ってきたらリフト待ちだよ。はいはいはい。こっちにもカゴくれカゴくれじゃん。はいはい。大物全部積んでくれみたいな。リフト1台に対してトラック3台積む。ああなるほど。そうカゴっていうのはあれじゃ、ああいうの。ああ、いいです。で焼くもんとかブラケット、はい、まあ、全部カゴに積んであるから、はい、それを全部持ってくるわけよ。こうやってやったらいいの。そうなると、はい、リフト1台じゃ、はい、もう追いついてかん、はい、もう9時10時なんて当たり前だったし。そうっすよね。そうだけど 俺らはそのやり方が早いと思ってたわけ、はい、動けばね、はい、だけどそれが違った。もともとは2台3台あった。ありましたね。そうだからそのやり方を変えんかったんだよね。ああ、燃えてましたね。炎上ライブの次の日に燃えてますよ。あ、前の日か。あ、そうだね。まあ回っていった方が早いってなって、はい、まあ、他の足場屋さんは分からんけど、はい、俺ら台数が多いからさ、やっぱ5、6台積むで多い時で、ね、そうはい、まあ足りんかったらレンタカー借りたりしてはいやるんだけど、はい、1台じゃ無理だもんね。無理っすよね。 それで 9時までかかってたんですか。まあ前はな。でもね、こうやって行こうから回れるよ。そう、トラックつけて、例えば、なんだ、ブラケットが欲しいときは今までカゴだリフトで積んどったんだけど、はい、それをトラック横付けにして、はい、手で積んで、あ、次急手欲しいで、ちょっと前行って急手積んでってやってたらリフトも使えんじゃん。あ、みんながトラック乗って一周するみたいな感じ。そう6手ジャッキとかとかさ。6手ジャッキってどうですか。トラックの右側に俺ら積んでる。あ、これですか。あ、場所決まってるんですか、これ。そう、もう決まってる。そうだ、トラック、トラック俺らはこれ積んで、はい、で、ロッテジャッキ積むときは、はい、ここに移動するのがいいんですよ。コーナーがあるんだって。そこだけ移動します。トラックに入ってきて、はい、走ってこっちにつけるわけ。はいはいはい。で、そうすると、ジャッキとロッテがあって、あー、トラックの右後ろに、はい、ジャッキが出てる。そう。あ、そのままだから、このままここで決まれば、はい、トラックの後ろに手で詰める。はー、なるほど。考えました。あ、また変えたんですか。あいつ。あ、そうなんですか。まだちょっと変えたい部分はあるけど、はい、
どこ買いたいんですか。基本大物から積むじゃん。あ、そうなんですか。そう。ちょっとあれですね、ごめん、噛み砕いて。大物っていうのはサブ、板、モノテスリー、はい、本ラックでかいじゃん。え、どこ打つの、はい、これだって、こうだって、手すりは。ちょっと待ってください。何あれっすね。大物、魔物それでもわからんかしら。うん。で、もともとはサブが、柱がそこにあったの。ああ、ありましたね。ありました。だけど、はいはい、そこは地盤が弱いもんで、リフトで行っちゃうと、絶対ハマっちゃうんだ。はまってます、はまってましたね、それ。めっちゃハマるんだって。ハマってました。それもあるよ。うん。そうやってカゴをさ、バーって水分をこうやってさ、全部渡したら、はい、はまるでさ、はい、でもトラックだったらはまらんの。そう、リフトははまりやすいけど、はい、そういうのも、あの、変えた。だから、まあ、大物だったらもうこっちに俺は全部固めたい。あ、そう、だからサブが あそこにあるじゃん。はい、まあ、あっちに持ってっちゃったんだけど、で、六手ジャッキもできればあっちに置いたら早いだろうし、はい、そんなトラックも移動しんでいいじゃん。いちいち乗ってやりづらいし、はいはい、え、これ順番待ちみたいな感じなんですか。そう、だから詰まっとったら詰めるもん、違う詰めるもん積んだりとかはできる状態だよ、それは。あ、そういうことですか。そうじゃあ、あの辺でこう順番待ちしてて、うん、忘れ物したって言ってまたこうもう一周してこないといけないんですか。いや、それ持ってこいじゃない。なんて言うんだろう、そんなでも順番待ちにならん。あ、だからやっぱみんなでやるからさ、はい、みんな一斉に帰ってくるわけじゃないじゃん。あ、そう現場もバラバラだで、で終わったら手伝うし、はい、住み込みやる人増えましたもんね。うん、みんないるのあったね。 YouTube 効果 YouTube YouTube やっとってよかったよ。ね、え、カンタ君は なんか言ってませんでしょ、なんかカンタにやってもらってるみたいな。ん？あ、俺が？なんか朝会の時に。朝会？積み込みのことで、もう簡単に任せてるよ。そうですか。そう。何を任されてるんですか。だからここであれ、ベトナムとかってさ、はい、やっぱ日本人がサボっとったら浮かんじゃん。あ、そうなんですか。え、だってそうじゃん、自分の親方が動かんかったら動かんでしょ。はい、三国志やってますけどね。ちゃんと喋れて。じゃあずっと僕の親方は三国志やってます。それは違い、職種が違うから。そう、やっぱ上が動かんと下も動かんでしょ。はい、だから今も日本人がめっちゃ動くからベトナムもハキハキとやってるし、はい、すげえいい人だよね。ねえって何？そうですね。2、3時間早いってことですもんね、だって。いつも。もっと早いか。まあ、今はちょっと現場が薄いっていうのもあるよ。ああ、そうですね。そう。はい。ただ今日も結構早いし。うん、ああ、そうですか。早かったね。もう7時ぐらいには帰れてるんですよね。7時定時にしとる。あ、でも前なんかそれやってませんでしたっけ？それ6時だった。でも6時だと終わらんもん。はい、あ、で、朝に回してたんですか、その時。そう。あ、で、7時でも残る時あるんだけど、それは朝なんだけど、はい、6時だとめっちゃ残る、台数が。あ、そら現場から帰ってきて6時とか全然ありえる。そうじゃあ無理っす。大型物件で5時まで現場やるじゃん。はい、はいはい、で、5時で出たとしたら30分か、うん、あと30分しかないし。そうですね、遠かったら1時間しかない。はい、岐阜とかだったら無理っすよ。そうで、今7時7時はもう守れてるんですか。うん、すごいですね。いや、まあ、その残した物件が早かったら積むけど、さすがに、はい、早で、はい、今それがないから。7時ってでも遅いって思うけど、俺らからしたらめっちゃ早いもん。ああ、なんか社長言ってましたね。でもさ、なんか最後ボスになってるみたいな感じじゃん、俺らの脳が。はい、7時めちゃくちゃ早いで。幸せだもん。実際10時までだった時は、え、監督とかだって子供に会えるんですか。その時間寝とるでよ、ね、寝てますよね。今もう普通にじゃあ会える会える最高ですね。じゃあ翔くんもあれですもんね。はい、翔くんもあれですもんね。何や、愛人の子だ。そうっす、いけんだろう。いけんだろうね。愛人ない。
もうその話やめいるんすか。じゃやめよ。なんすか、ちょ、消えるんすけど。いい、大丈夫、大丈夫。汗かいてきた。熱い、熱い。じゃあ、ほんといかんよ、やめ。ほんとにやばいですか。やばくないけど、別にもういい。やめ、もういい。え、なんの話ですか。別にいいやん。どういうことですか。動画の趣旨が変わってきとるじゃん、お前。そんなめちゃくちゃ嫌がんなくても。トラックはさ、もうこのロングじゃないと絶対もう足早さんは偉いよね。ロングって何すか。ロング、トラックの長さですか。長さ、長さ、普通の2トン車だと。はい、これより600違うんかな、ぐらい。そうだよね、だ6手が詰めんもんね。あ、そうなんですか。そうそう、だからこれより1個短いやつだとこのジャッキで終わりなんだって。はい、で、こういつが詰めんの。はい、横幅のワイド。そう、どんぐらい小さいんやっけ。400。あ、これだ、これ。これがでかいやつで、これが短いやつなんだけど。あれ、これこんな少ないですか。これはそのまま、でそのままっていうか1台に乗らんかったやつをこっちに積んどる。2台で明日行くで。あー、そうですか。そうそうそう、わかりました。固定概念を覆していかなきゃいけないんだなって思いましたね、今日で。どういうこと。で、その、速いっていう固定概念があったわけじゃないですか、その前やってたリフトで。あ、ちょっと視点変えれば、そうだ、まあ、簡単に。なんかどっか出かける予定とかないですか。出かける予定、出かける予定、川とか。ああ、いいですね。バーベキュー、私は昭和班でまたやるとかだし。はい、そういう動画も撮ってきますんで。はい、よろしく。いい感じっす。